こんにちは、ライムです。今回はですね、カルディア応援キャンペーンというものが始まりました。で、それに付帯してですね、シリーズピックアップ装備召喚。これはまあ、カルディアダンジョン用の、シリーズをピックアップした内容となっていてですね、こちらで悩んでる方多いと思うんですよ。特に初心者の方ね、初心者の方で悩んでる方が多くて、で、実際リクエストでもね、ぜひ解説動画アップしてくださいと。いう声をいただいたので、こちらね、解説していきたいなと思います。まあ、バクフェスとかと同じような流れで、ちょっと一シリーズごとに、ちょっと喋っていこうかなと思います。で、今回ね、カルディア団長ね、ピックアップされてるのはこのシリーズなんだよね。まあ、どういう基準でこれが選ばれたのか謎ですけど、とりあえずこのね、5シリーズ、出ていて、当たり外れっていうのは実際これ明確にあります。まあ、上級者の方だったらね、わかるとは思うんですけど、すでに、これやべえなっていうのは結構あるんで、一シリーズ。はい。その辺ちょっと踏まえてね、お話ししていきたいなと思います。で、カルディア応援キャンペーンで、チケット、無料チケットが20枚もらえるんですよ、最大で。まあ、絶無クリアとかも含まれているんで、初心者の方だとちょっとさすがにそこはきついかなとは思うんですけど、まあ、前のですね、なんだっけ、レポート解説か。FFRK レポート解説の時にも言ったんですけど、まあ、期間がね、まだ長いんで、できるところまで、勝てる範囲までナイトメアとかね、クリアするといいんじゃないでしょうかね。はい。で、少なくとも、最大20個体で入るので、絶無抜いても、まあ、10枚くらいは目指せるんじゃないかなというところがあるんで、うん。で、すでにですね、ネット見てても、当ててる人いますね、シンクロとか。僕も、ね、すでにもうミッション自体は終わってるんで、まあ、この動画終わった後はね、ちょっとガチャ動画もアップしたいなとは思ってるんですけど。はい。ということで、今回ちょっと手短に行こうかなと思ってますんで、行きます。まずシリーズピックアップ4から。で、ラインナップとしてはですね、エッジ、ギルバート、カイン、ローザ、フースーヤっていうラインナップなってて、まあ、メインどころである、まあ、セシル、暗黒騎士と、パラディンセシルの二人はいません。今回ラインナップがね、ちょっとなんだろう、ずれてるというか、メインどころから外れてるところが若干ある。はい。わざと、なんでしょうね。普通の、なんだろう、シリーズガチャっていうと、大体メインキャラが、まあ一番ね、必殺技とか多かったりするし、まあ当然主人公だからメインで来るんで、あえてそこを外して、ちょっと、まあ、ずれたキャラって言ったらあれだけど、そう、サブキャラに、目線を、焦点を当ててんのかなっていう感じがあります。はい。で、その中で FF4 ですけど、これね、エッジのシンクロが、まあ、とにかく強い。これ。これ割と最近出たシンクロですけど、まあ、これ、フェスの解説動画でも一回解説してるんで、ちょっと短めに話すと、まあ本当にこれが強くて、トライエレメントモード。まずトライエレメントモード3なんで、これ2段階まとめができるよっていうやつで、で、シンクロアビリティを3回使用するたびに自身をまとってる属性を一定時間付与。なんで、これ、一応これ2段階まといとはいえ、これ3回攻撃すれば、またまとうんで、3段階まといになるんだよね。で、まあ、エッジが忍術アビリティなんで、待機時間短いんですよ、もともと。なんで、6回攻撃して、2回まとめ直すっていうことも一応できる。ので、まあ、これ本当に高難度、お城駒石だったり、それから、純白オーディンだね。その辺に対してもかなり強いです。はい。で、その上で忍術攻撃っていうところがあるんで、物理とね、魔法、両方対応できるっていうところが強い。魔力上げればね、普通に、魔法適性として、魔法有効のダークオーディン、それから純白オーディンとか、まあ、そういったところにももちろん連れていける。星6魔石も魔法物理有効、両方連れていけるというところがあったりとか。で、3属性対応してるんでね、3属性対応できる物理魔法両方いけるっていうとね、とてつもなく守備範囲広いんですよ、エッジ一体で。そういった意味でも強いし、まあ、単純にね、その魔法の忍術攻撃っていうと、魔法防御無視だったりっていうところもついてきたりとかするので、まあ、非常に強いよね、これが。
で、au 専用アビについても結構恵まれてる方なので、これはね、ほんとね、僕もフェスで狙ってはいたんだけど出なかったんだよね。僕は持ってないです。だからはい、これはぜひ欲しいなと常々思ってるけど、まあもうこの水炎雷についてはもう純白ボディ全部終わってるし、星力マスキも当然終わっちゃってるんで、うん、まあ目下ね使うところはないといえばないんだけど、うん、まあそうだね、まあ全部それでもね、やっぱり持ってるに越したことはないですよ。まだ砲絶もやってないし、そういえば。はい、でところでエッジはめちゃくちゃ強いと思います、これは。うん、でさらに今回エッジの覚醒も一緒にくっついてんだよね、これね。でこちらに関しても、まあ、エッジが、忍者覚醒モードということなので、まあ、魔法物理両方いけますよと、両方とも、この忍者覚醒モードなので追撃も出ます。で待機時間短縮、限界突破レベル1、忍者アビリティ使用時に追撃、エブラーナ無臭無臭これなんて読むんだやばい、これは実況者の不具合出たわ久々に実況者の不具合出た。はい、まあこれ追撃がね、確かね1回攻撃するごとに、あれ属性強化1段階くっつくんじゃなかったっけ、確かそんな感じの効果だったような気がします。で基本エッジシンクロ覚醒両方揃ってる人だったらね、両方組み合わせて使うっていう場合が多いと思うんですけど、うん、これ本当に強いと思う。持ってないんで、想像と、あと他の人が使ってる使い勝手を見ただけの話なんだけど、まあ間違いなく強いね。文面見ただけでもう強いなっていうのが分かってしまうので。強いですよ。だってほら、他の忍者で言うと、まあユフィとかね、ユフィとかシャドウについても覚醒一つだけで、純白オーディンいけちゃうんだもん、だって。実際純白オーディンそれで勝ってるんだから。ね、これエッジの覚醒シンクロあったらもう、どこでもいけますよ、こんなもん。強すぎですよ。忍者自体がもう恵まれてるからね。で4にはさらにこいつまでいるんですよ。ギルバートの覚醒入ってるんですよ。これ現状の今 FFRK の、まあ、全ての武器の中でも結構上位に入ってくる必殺技だと思うんですよね。というのは、僕の攻略動画見てる方であれば分かると思うんですけど、純白オーディンね、これまで全属性、今炎属性まだアップはしてないんだけど、一応すべてね、炎属性オーディンも含めた、氷属性オーディンまで含めた、7属性、純白オーディン、ほぼすべてギルバート、これ使ってます。覚醒奥義。みんな勇気を、これ使って入れて勝ってるんで、それだけでも、ね、最高難度連れてけるっていう時点でもう、強いなっていうのは分かると思うんですけど、もう本当にね、これはぶっ壊れだと思います。ただちょっとギルバートが、たまにね、手持ち無沙汰というか、できることが、ないなって感じる時もなくはないんだけど、パーティーによってはね、組み合わせによってはそういった面もあるんだけど、ただ銀融詩人ってところでアレグロも使えるし、あと、攻撃バフもできる、クリティカルバフもできたりするし、天使の歌もできるっていうところで、まあ、やれることとしてやっぱりある、ちゃんとしてる。で、デスペルも使えたりするしね。そういったところで、まあ本当にサポート専用ですけど、攻撃には参加できないっていうところはあるんだけども、まあ、アタッカー一人抜いてでも、この待機時間短縮とか、まあその他のサポートする意義ってのは本当にあります。これ特にタイムアタックだね。まあ、魔石とか、まあ純白オーディンとか。タイムアタック頑張りたいなって人はもうこれギルバート1体入れるだけで、まあ、だいぶタイムとしては短縮できます。僕はもう超連、あ、そうだね、本気ガチで使う、ガチで使いたいとか、ガチでタイムアタックする、純白オーディン30秒切りしたいってなると、ギルバートのね超連はした方がいいと思う。2回使えるようにね、開幕打ってで途中で打ってみたいな、2回目打つみたいな形にすると、もう余裕ですよ。余裕ではないけど、タイムがぐっと縮まります。これ実際ね。はい。実際どう使ってるかは僕の純白オーディンの攻略動画見てみてください。はい。30秒切りしてる動画あるんで。直近で言うとあれだね。闇属性物理弱点のやつだね。はい。26秒だったかな。
で、水は使ってないんだ。そうよ、多分。はい。で、これはまあ強いですね、ギルバートね。ほんと強い。で、次はカインの覚醒ですね。これも、これ最近だよね。これ割と最近出た、まあ、闇属性が使えるようになって、まあ、天かける騎士モードが追加されて、ツインエレメントモード。まあ、雷と闇どっちもいけますよっていうやつ。まあ、汎用性高いね。これシンクロンはちょっとここには入ってないんだけど、まあ、覚醒だけでもね、あの、2属性いけるっていうだけで、相当汎用性は高いと思うので、これも普通におすすめできます。で、あと、もう一つ、このカインの星6戦技も入ってんだよね、確かね。カインの星6戦技がなんかすごい強いんだよ、これ。これ。ジャンプレディ。これが、まあ、さりげなく書かれてる文面なんだけど、めちゃくちゃやばいんだよね、これが。自身の限界突破レベル1アップだからね。普通に新奥義みたいな感じ。で、自身の攻撃は弱点微弱がついた際にダメージ2ターンアップって書いてあるんで、そう、これ、戦技使って、まあ、まあ、覚醒なり打って、みたいな。で、その後、まあ、攻撃すれば、ダメージ中アップ。なんで、1.3 倍かなみたいな感じなんで、まあ、鬼強いよね。覚醒とこの戦技だけで、そうだよね。新奥義とかシンクロとか、なしでも、普通に、簡単にね、ダメージ3万とか、出していけるっていうところだね。はい。強いです。組み合わせたところで強い。で、エッジ、これか。この戦技か。エッジはね、もう一個星6戦技があって、確か弱点、一定時間弱点つくとダメージアップ、中だか小がつく星6戦技があった気がするんだけど、そっちが強いんだよね。これまあトライエレメントモードで、まあまといですね。まあ当然これも悪くはないんだけど、悪くはないんですけどね。はい。で、あとはまあ風数矢の覚醒だったり、まあローザの覚醒、これ魔法バリアに特化したような形ですね。まあ、ローザはずっとそうなんだけど、ただ待機時間短縮がないっていうところだね、ローザさんは。超絶で待機時間短縮ついてたから結構使いやすかったりはしたんだけど。はい。で、風水矢のシリーズチェーンが入っていたりっていうところが、まあ、4のラインナップですよと。まあ、本当にこの4のラインナップで考えると、まあ、エッジとギルバートがメインで、その他、まあ、カインとか出たら嬉しいね、みたいな感じですかね。で、あと、まあ、もちろん、カルディアダンジョン向けなんで、ヒーラーとしてね、ローザ、大事なんで、ヒーラーすごく大事なんで、やっぱカルディアダンジョン、シリーズダンジョンで一番大事なんて、結局ヒーラーだからね、ヒーラーあるかないか、まあ別に、ウララとかね、その辺の、違うシリーズのヒーラー連れてきても別にいいんですけど、まあ特に絶務とか、そういったところで考えると、ヒーラーの覚醒とかあるだけでね、だいぶ難易度とかも変わってたりするしね。まあ場所によっては当然超絶だけでもクリアできたりするっていうところはあるんだけど、うん。まあ安定度が全く違うっていうところもあるからね。まあ、とにかく、まあクリアしたいのであれば、とりあえずクリアしたい。ある程度ダメージ出したいっていうんだったら、まあ、あれだよね。まあ、とにかく死なないようにするためのヒーラーが必要になると思うので、はい。ヒーラーも当たったらラッキーですねって感じ。で、次いきます。FF5。こっちはね、メインがね、レナなんですよね。ヒーラーがメインの、まあ、ガチャになってて、レナのシンクロと覚醒。はい。これレナね、最近本当なんか、あれだよね。強くなった。昔と比べた、まあ昔もなんか、ね、超必殺技の時点で、超昔ですけど、攻撃バフがついてて、僕ずっと使ってたんだけど、攻撃バフとヘイス画だったかなみたいなくっついてたやつ。超必殺技あったけど。はい。まあ、最近だともう本当にヒーラーとしてね、かなり強いっていうところで、みんな注目してますね。このエンヒールに関しても、まあ、純白オーディンが使ってくるアンチヒールを上書きできるっていうところで、まあ、これ使ってる人、実際に使ってる人は見たことないけど、僕が持ってないだけで、多分使ってる人は使ってるんですけど、まあ、あれかな、レナは直近で言うと超絶4。超絶4がかなり強いって話題ですよね、本当に。はい。で、あとは、ガラフの覚醒、ドルガン覚醒、ケルガー覚醒。だから、暁の4戦士だね、ゼザの覚醒。レナプラス、暁の4戦士、あとシリーズチェーンのクルルが入ってますよっていう感じのガチャ。暁の4戦士がどちらかっていうと、地属性寄りなんで、これは、まあ、ヒーラーのレナプラス、地属性ガチャっていう認識で考えてもいいのかな。だから、これ引きたい人は地属性弱い人かなっていう感じになります。うん。それぞれの、まあ、僕の好みとしては、ケルガーの覚醒が一番
好きかなっていう感じがありますけどね。うん、これね、まあ実際僕が使った書簡で言うと、まあケルガーの覚醒で、5絶夢勝ててるので、うん、ケルガーがやっぱ一番使いやすいのかなという感じがしてます。でゼザに関しては味方にケルガー、ガルフ、ドルガンがいる場合っていう追撃なので、ちょっとね、まあ本当にあの暁の4戦士で組みたいっていう人向けの覚醒になってしまっているってところはあるんだけど、うん、そんな感じですね。だから地属性弱い人かな、5は。で、7も、ヒーラー覚醒、あー、ヒーラーであるエアリスメインになってます。エアリスの、シンクロ覚醒、星6戦技、それからザックス、アンジール、シドっていう感じになってますね。まあエアリスに関してはあのヒーラー全体で見てもあのトップクラスのヒーラーだと僕はまだ思ってます。でエアリスのいいところは、まあ、ローザーの時はね、あの超絶のところまで待機時間くっついてて、覚醒シンクロってね、あのもう魔法バリア特化のヒーラーになってしまっているので待機時間短縮はついてないんだよね。その一方でこのエアリスに関しては超絶覚醒シンクロ全部待機時間短縮と踏みとどまれがくっついていると、もう一貫してるんだよね。だから互換性がすごくある。どこを使ってもどこからどの順番で使っても、まあ、必ず踏みとどまると待機時間短縮、物理攻撃の、ね、待機時間3段短縮がくっついてくるので、うん、どっから使ってもまあ同じ最低限欲しい機能は備わってるってところが、まあ、かなり売り。これ使いやすい、かなり、はい。でエアリスについても僕結構使ってますね。あの星6魔石でも純白オーディの攻略動画でも割と使ってる方なんで、はい、これまあ本当におすすめで、ヒーラーの中でも本当におすすめなんで、単純にエアリス狙いでっていう人もここを狙ってもいいところなのかなって気がしますね、はい。であとはまあザックス、ザックスの2つ目の覚醒だね、これ、うん、これは本当にそう、このね、誰かがいると効果が変わる追撃っていうのは本当にあれだよね、シリーズダンジョン向けだよね。魔石向けではないんだよな。魔石ではセフィロスとザックスを一緒に入れて使うっていう場面がまあまずないので、まずありえないので、そう、まあ、完全にシリーズ向けの覚醒になってしまっているんで、汎用性は低いんだよね。正直汎用性はあまりないんですけど、まあカルディア応援キャンペーンだから合ってるんだけどね、一応キャンペーンの中意味で言えば合ってるんだけど。で一方でこのアンジールの覚醒もクラウド・オア・ザックスがいる場合追加効果なってます。なんで絶妙になんか噛み合ってないよね、これね。ザックスはセフィロスが欲しくて、アンジールはザックスかクラウドが欲しいっていうザックス的には別にアンジールはどうでもいいっていうねところで若干噛み合ってないんだよな、これ。でシドが、覚醒ですね。飛行ロマンモード、ロマン飛行ではない、竜騎士アビー使用時に自身と同じ列に味方全体の自ターンの竜騎士アビー、これもね微妙に噛み合ってないんですよ。これ竜騎士アビーってセブンで竜騎士アビー使えるのってシドだけじゃん。なんであまりこれシリーズでこの覚醒使ってもこの飛行ロマンモードはあんまロマン感じないよね。まあ自分に対しての効果はあるんだけどね、 1.3 倍だと思う。自分に対して効果はあるけど。であとルーファウス、これあの闇物理ではなかなか珍しいタイプの、そうですね、珍しいタイプのって言ったらあれだけど、出た当初割と僕欲しかったような気がするんだよな。気づけ親不孝者。あれに似てる、あれにちょっと似てるかな。あのキングダムハーツのリクの覚醒に若干似てる。あれも闇属性アビ使用するたびに5回連続の追撃だったかな、リクは。でルーファースが2回使うたびに8連続の追撃が出るっていう、まあ、割とシンプルめのタイプの覚醒ですね、まあ、これはチェーン稼ぎができるっていう感じですか、はい。で、シドのシリーズチェーン、まあ、エアリスの星6戦技、ザックス戦技、アンジール戦技、シド戦技、ルーファウス戦技という感じになってます。まあそう、エアリス狙いって感じになっちゃうかな、これね。汎用性がやっぱ低いんだよね、シドにしてもクラウドに、クラウドじゃない、ザックスにせよアンジールにせよってところがあるんで、エアリス狙いになると思う、セブンは。
とりあえず。はい。で、8。あんま、カルディア応援キャンペーンとはいえ、あんまカルディアの目線で話してない気がするな。ライム氏。で、次8ですけど、8もヒーラーメインになってるかな。セルフィーだね。セルフィーのシンクロ覚醒星6戦技という風になっております。セルフィーもね、あれなんだよね。いろいろできるんだよね、セルフィーはね。魔法バリア、待機時間なし。晴れて、で、踊り子もできるっていうところもあって、まあ、いろいろセルフィーに関してはいろんな動きができるというところが、まあ、メリットかな。うん。軽減バリアも晴れるんだね、シンクロね。かなりいろいろできるね、この子。で、覚醒セルフィーバンド。ついて、こちら魔法バリアがくっついて、踊り子アビか、踊り子アビだね。白魔法には対応してないんだね、これはね。ただ、踊り子を使用するためにバリア。まあ、踊り子アビでね、今回復もできたりするんで、そこら辺で、まあ、あれなのかな、調和してる感じなのかな、軽減と、ちょっとした回復で間に合わせるような感じなのかな。これね、僕も正直、8絶夢では欲しいんですよね、覚醒。ちょっとね、僕、セルフィー弱すぎに、バーストしか未だに持ってないんですよ。セルフィーちょっと欲しいよね、覚醒ね、覚醒、シンクロ、どっちかね。で、そう、ここはね、いいと思う。スコールのね、炎属性の方の覚醒入ってる。8ね、この、ピックアップだと、氷属性じゃなくて、8って氷属性基本強いんですけど、月末あれかな、FF8 のイベントで多分氷属性メインになると思うんだけど、こっちはね、炎属性メインになってるんだよね。スコール、ゼル、アーバイン、サイファーってところで。うん、まあ、これはこれでいいと思うんだよね。で、スコールが、この炎覚醒と氷覚醒を両方使って、かつ英雄専用アビを使うとね、確定3回攻撃になるっていう、氷属性と炎属性の両方の判定をもらえて、確定3回攻撃になるっていうメリットがあるんで、これね、僕もまだ持ってないんですけど、まあ、本当に強いと思うので、まあ、どっち使うにしろ、氷にしろ、炎にしろね、確定3回攻撃っていう時点でね、で、さらに、追撃レジェまで、持ってればさらに4回目の追撃も期待できたりっていうところもあるんで、スコール1体で出す火力としては相当出ますので、これは本当に欲しいかなというところですね。特に絶夢だね。ちょっと純白オーディナとそのまとい剥がしを食らってしまうっていう点で、この戦法だとちょっと微妙なんですけど、こと絶夢においてはね、まとい剥がしがないので本当に強力な能力、凶悪な性能になると思います。で、あとアーバインの炎覚醒だね。こちら味方の女性の人数に応じ追加効果で、ゼルの覚醒も入ってます。これなんで自身のクリティカル率 25% なんだろうね、微妙。なんで 100% にしないんだろう。これ別に 100% でいいと思うんだよね、これね。ほらだってノクティスとかさ、普通に 100% じゃないあれ。まああっちはあれか、覚醒にまといとかないからかっていうのもあるんだけど、まあ 100% でもいいと思うんで、別に 100%75% を 100% にしたところで別に壊れないからね。別にだからといってぶっ壊れとかになるわけでもないしね、別に。はい、これ謎ですね、ちょっと控えめっていう。で、サイファーの覚醒、スイッチドローモード、闇炎どっちかに行けます。で、追撃するため、あ、こちらもあれだね、あれと一緒だ、ルーファウスと一緒で、2回攻撃するたびに追撃が出ますという感じです。これ実際僕も使ってましたね。つい最近使ったわ。あれだ。闇物理弱点純白オーディンで使いました、これ。ちょうど、ついこの間。はい。で、スコールのオーバーフロー儀、炎のやつだね。で、アーバインのシリーズ、チェーンイン。まあ、ハイパーイグニッション超絶、セルフィーの戦技、スコール戦技、ゼル戦技。はい。こんな感じです。炎属性弱い方だね、8は。炎属性弱い方は8言ってもいいかなと思います。で、あと最後10だね。10はね、バラバラなんだよね、今回ね、属性が。で、今回メインとしてはティーダなってて、ティーダシンクロ2つあるんですけど、これ最初の方だね、初期のシンクロ。ただこの初期のシンクロも2つ目のシンクロとどっちが強いのかなと思ったんですけど、2つ目のシンクロもね、まあ、かなり速度が速いっていうタイプのシンクロかな。で、1つ目が、8回攻撃ってところにスポットを当ててるような
感じの、まあ、火力の出るシンクロだね。これね、まあ、これも純白オーディンで使った攻略動画あるんで、僕シンクロの2つ目の方持ってなかったんで、こっち使ったんですけど、あれ何秒だっけ ?23 秒だか24秒ぐらいで倒せました。これ使って。うん、だから、本当に強い。で、ティーラの強さは、まあ、この8回攻撃っていうところと、まあ、あれだね、レジマテで中確率追撃っていうところがあるんで、爆発力がでかい。追撃が出た時の。8×3 で24回攻撃になるからね。で、これが、ま、本当に、まあ、他のキャラの、ま、アシスト、クリティカル率アップだったりとか、まあ、その他水属性弱体とか、入れてる場合であれば、で、さらに覚醒と組み合わせてる場合か。覚醒と組み合わせてる場合の場合は、3×24 出るからね。追撃まで出れば。めちゃめちゃ強いよ、これ。72万出せる、一人で。最大、一ターンで。うん、ってところを考えるとめちゃんこ強いですね、これ、この子ね、はい。ライトニングも前回のフェスでこれと同じような覚醒もらったんでね、8回攻撃の。まだ使ってないけど。で、ティーダの覚醒。こちらも一緒に使ったやつだ、僕が。そうそうそう、ティーダもこの覚醒使いました。組み合わせて使うとめちゃんこ強いです。で、リュックの覚醒。これも便利ですね。これも星6魔石のイフリートの頃から使ってますが、そう、軽減バリアがね、やっぱ強いんだよね。イフリート、星6魔石のイフリートもすげえダメージ食らうし、ってところで、これ助かりましたね、すごくね。うん。で、まあ、最近、アクアロワーっていうね、あの、水属性弱体の星6アビも出たんで、覚醒と併用することによって、まあ、ほんとね、弱体させやすいっていう意味でも、この覚醒すごく便利です。はい。で、ジェクトの覚醒。で、それから、キマリの覚醒。シーモアの覚醒。シーモアの覚醒。ああ、こちらも軽減バリア付きのやつだね。うん。あんまシーモア使ってる人見たことないけどね。シーモアシンクロ出たら本気って感じかな。はい。で、リュックのシリーズチェイン。で、キマリのオーバーフローオギー。これ受けるよね。自身に即死を付与。死ぬなよ、キマリっていう。これちょっと変わってるよね。覚悟の青木槍。これちょっと変わって、他の普通のオーバーフローよりも確か倍率高いんじゃなかったかな、多分。さすがにね。これ他のオーバーフロー奥義と倍率一緒で、ただ自分に即死を付与っていうだけだったら、ほんと死に損だからね。これはほんと使いどころ考えないといけないけど、ほんとフィニッシュだね。フィニッシュブローで使う感じですかね。で、ジェクトの、追撃。これ結構強いよね。まといつつ、待機時間短縮しつつ、追撃ができるっていうところで、これ割と覚醒と組み合わせたら割と強いんじゃないかなと思ってます。出た当初は思ってた。少なくとも。はい。で、リュックの星5戦技、ジェクトの星5戦技、シーモア星5戦技というようになってます。はい。これで、ね、全ラインナップ一応お話ししましたけど、まあここまでの僕の話のトーンで、まあ、大体もう皆さんお気づきだと思うんですけど、一番やっぱりおすすめしたい、一番ラインナップ的、単純にそのカルディアダンジョンとかも抜きにして、まああらゆるダンジョン高難度とかでも考えた時に一番外れがなさそうだなと思うのが FF4 ですね。これはうん、今現状の最高難易度である純白オーディン、それから絶無、まああるいは星6魔石とか、その辺で考えた時に一番やっぱり、幅広くね対応できるっていうのは、まあエッジのシンクロ覚醒、それからキルバートの覚醒、まあこの3つだよね、とりあえず。で、4に関しては、まあカインが2属性で対応できるカインがいたりとか、まあ風数や風数や正直使ったことないから何ともだけど、あとローザだね。ローザ魔法バリアに特化した性能で、まあヒーラーとして、まあ、魔法バリア必要なところではかなり強かったりとか。で、当然ね、そのローザヒーラーとしては、そのシリーズでは当然必須なわけですし、まあもちろんあれでもいいんだけどね。あの子でもいいんだけど。パロポロでももちろんいいんだけど。はい。って感じで、4がやっぱ一番おすすめしたいかな。このラインナップで言えば。で、あとは、5、7、8、10ってあるんですけど、あとは持ってない属性になっちゃうよね、正直。
あとは、その、なんだろう、エッジとかギルバートみたいな特別な汎用性みたいなものってないので、うん。まあ、ヒーラーとしてはセブンのエアリスかな。が、まあ、全ヒーラーの中でも割と突出した性能になってるのかなって気がするし、レナに関しても覚醒シンクロ、まあ超絶4持ってる方だったら覚醒とシンクロ狙いに行っても全然いいかなと思いますし、ただ5絶夢に関してはあのレナに関しては超絶4だけで勝ててしまったので、正直覚醒とシンクロに関しては使わなかったんだよね、僕持ってないし、うん、っていうところもあるんで、その辺はやっぱ手持ちとかにも当然ね左右されてくるところではあると思うので、うん。で5に関しては地属性とかかな、なんで地属性薄い人は5狙いに行ってもいいと思うし、で8が炎属性とかで、10に関してはティーダの、シンクロ覚醒、それからリュックの覚醒の、まあ水覚醒水技狙いで行ってもいいのかな、まああれか、決まりも水で一応入ってるから、その辺狙いに行ってもいいのかなっていう感じがします。うーん、であとはまあセブンのねエアリス以外がちょっと微妙なんだよね。なんで割とセブンはエアリスは強いけど、ちょっと怖いねみたいなエアリス当たったらいいけど他ちょっと怖いねみたいな、アンジールだけ当たったら怖いねっていう感じがあるんで、あんまりおすすめはしたくないかな。はい。って感じの評価です。だから僕が引くのはまあ多分 FF4 ですね。エッジ当たんなかったんで。FF4 を引いて多分もう絶無いけると思うので、多分。試してないけど。そんな感じですね。はい。といったわけで、まあ明日、ガチャ動画ちょっと、20連分貯めたんでやっていきたいなと思いますので、ご興味ある方はぜひそちらもよろしくお願いします。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。